西田昌司がズバッと答える一問一答のコーナーです。今週もですね、たくさんいただきました。いただいてですね、多いのが、例のですね、外国人労働者のですね、受け入れ、というものに対して、まあ、反対の方々の、まあ、この当初と申しましょうか、問い合わせが多かったんです。で、我々もですね、もちろんその外国人労働者の受け入れ、それはもう基本的に賛成の立場ではない、反対です。ただですね、もう片方で現実に例えば労働者ですね、特にオリンピックで工事をたくさんしていくと、でその時に受け入れが、労働者ないんだよということを、まあ、産業界から言われてるんでしょうね。で特に、まあ、総理 あのこのいわゆる諮問機関の産業協力会議はじめですね、まあ、財界の方々からいろんな意見をですね、この総理が今の経済状況こうですよということを聞かれて、まあ、なるほどと、それじゃあ、せっかく予算出しても仕事できないんだったら困るねと、ということで、そういう話がですね、まあ、一度検討してみろということもなったりするところがあるんでしょうけれども、これは当然党内で議論をしていかなければなりません。で、党内で議論したときにはですね、やっぱりそこはですね、そんな簡単に外国人労働者どんどんバンバン受け入れていいということには私はなり得ないと思っています。まあ、特にですね、まあこの少子化問題の一番問題はですね、何度も言ってますけれども、総合的な産業政策が必要なんですね。で、今すぐには少子化は、今日言って来年からですね、すぐ人口が増えるかといえば、まあ、赤ちゃんを生まれ出してもですね、そう簡単に増えないですから、長期的な、視点が必要なんですけれども、じゃあなぜ少子化になってるんだということを考えましたときにね、一つはやっぱりこの女性が、まあ、女性がというか男性女性ともに結婚年齢が非常に高くなってますよね。で、高くなっちゃいますから、初めに子供を産む機会もだいぶ短くなるわけですよね。やっぱり若く、我々の時代はですね、私も26、7、そして私の家内が24の時でして、まあ、当時の30年前からするとですね、平均的な、そういう結婚年齢だったと思いますけれども、今大学卒業してもですね、なかなかそういう形で結婚される方は少ないし、また大学院、に行かれたりですね、まあ、女性も男性も仕事が忙しいとなってくると、結婚しても今度はですね、子育てが大変じゃないかということになってくる。で、しかもですね、仕事の場所がどこにあるのかというと、かつては、まあ、私は京都ですから、京都市内はまだまだですね大丈夫ですけれども、その郡部のところにもですね、いろんな地元の企業があったわけですよね。そして我々も、この町で例えば大学出ても地元に戻って家を継ぐなりですね、地元に戻って、その仕事を就職するという人は結構たくさんいましたよ。で、いたからですね、その地域で結婚してまた、家庭を持って子供を作ってということで、ふるさとも、日本も守れたと、少子化という形にはならなかった。で、それが少子化になってきた一番の原因というのは、東京に集中的に人口をですよ住まわして、仕事も東京に行かなければない、そしてちっちゃな、本当にマンションでですね、住むとこも大変だと、子供なんて、産んだ後はですね、誰が育てるのかと、まさにあのベビーシッター事件を含めですね、まあ、子供を育てられる環境が非常に乏しいわけです。で、そこで子育て待機をゼロにしようとかね、まあ、そういうことを言い出してるんですけども、もちろんそれも大事なんですが、要は私は何度も言ってますけれども、日本全体でこの東京首都圏集中型にしてしまったことがですね、最大の問題なんですよ。ですから外国人労働者を受け入れという以前にですね、長期的にそういうところをどうするのかということが非常に大事なんです。で、昨日はですね、まあ、道州制の推進本部の、この部会も総会もあったんですけれども、まあ、この道州制を言う方々も、東京一極集中ではダメじゃないかと、だから道州制にして地方にですね、このもう一度ですね、活力を与えるんだと言われるんですけれども、まあ、そういうふうに地方に活力を与えるんだということは正しいんですけれどもね、道州制ではできないんです。つまりこれは道州の問題じゃなくて、国家としてですね、どういうふうにして地方にそれぞれの文化やですね、産業が、まあ、人が住める状況にするかと、じゃあ道州で競わ合う話でもないんですよ。国家の基本方針としてそれをきっちりやらなきゃならないわけなんですね。で、そこで私が何度も言ってるのは、まず都市計画、
まあ、この決定権を国家にもう一度戻していくと。そしてその中でですね、東京首都圏ではこれ以上ビルが建てられませんというふうにすべきなんですね。で、無理やりそこにはもう人が住めないようにしちゃうと。で、今は電車ではなくてエレベーターで、この要するに結ばれたネットワークがですね、高層ビルをどんどん建てることによってですね、ここに対面席あたりものすごくたくさんの人が住める仕組みになっている。で、これをやめちゃうと今度縦に伸ばせないんですから、横に行くしかないんですね。しかもそれを高速でつないでいこうと思うと、これ新幹線網なんですよ。で、新幹線網をもう一度整備、新幹線をですよ、きっちり計画あるやつをやると、これはもう数兆円のお金でできちゃうんですよね。で、そういうことをやっていけば間違いなく、私は、この東京一極集中ではなくて、東京からもう一度関西圏、九州圏、北海道、東北、中部、まあ、そういうところを含めてですね、それぞれ中核都市に住んで、必要なら東京に1時間で行っちゃいますよという体系を作っていくことの方がですよ、よっぽどこの内需も作りますし、そしてその中で人間が人間らしく住む仕組みになると思うんですよね。で、そのためにはそういう大きな計画が必要なんですよね。で、まずそれが大事です。しかしそのまでの間ですね、足らないものがあるじゃないかと。じゃあそれなら期間的にですね、外国人の労働者も限定的にやるというんだったらですね、まだ私話は分かりますけれども、そこを計画立てずにですね、単純に、労働者を受け入れやってきちゃうと、これはとんでもないことになるわけなんです。で、まあ、そういう全体像の話がですね、私はこれから一番必要になってくるんだと思います。それからですね、もう一つ、特に、まあ、家事と申しましょうか、介護でですね、たくさんのまた方が必要なんだという話も、その中で外国人労働者を受け入れの中で言ってる方もおられるようですけれども、私もこれちょっと聞いたところによりますと、それはですね、試算の仕方がちょっとおかしくて、要は、実際に介護しなければならない方は、これから、超高齢化になってくると増えてくるでしょう。しかし今実際に介護と言ってるけれども、よく調べていくとですね、実際には生活支援なんですね。一人住まいでされているお年寄りが多いと。そうなってきたら買い物大変だと。で、買い物をそれじゃあ近所のボランティアなりお年寄りなりですね、そういうネットワークでやってあげましょうと。で、それをですね、介護の外国人にやってもらう必要はなくて、地域の老老介護でもそこにですね、プラスアルファのフィーを与えてですね、やっていただけると。で、安い値段で皆さん方にお願いしますよという形で支え合いの仕組みをしていくと、最後残ってくるのはいわゆる本当に介護しなければならない重いんですね、方しか残ってこないんですよね。で、そういう方々は今おられる、方々の体制で十分にこれ賄うことができるという試算もあるわけなんですよね。ですから、単に外国人労働者受け入れなければならないというのはですね、単純な発想で言うんではなくて、もう少し全体像を見てやっていかなければならないと思うわけなんですね。そしてもっと言えば、その外国人労働者が、でないとですね、無理だというのはですね、労働者が足りないというよりもですよ、いわゆるそのそういう業界の給料水準を安くしてしまったために、人が行きたがらないというところがあるわけですからね。でしたらその金額は上げるべきなんですよね。給料を上げて国内の、まあ、潜在的にあるですね、この失業者をもう一度、この仕事の場に、それだけお金もらえるんだったら働いてみましょうという形で掘り起こしていく方がですよ、よっぽどこの日本人全体としてですね、日本の中でお金もあるわけでありますし、さらに、この、まあ、その外国人を大量にですね受け入れることによって、地域や、国柄がですね、このいろんなハレーションでトラブルを起こすもとを防ぐためにもですね、そちらの私は良い選択だと思うわけであります。申し上げまして、これから、まだ党内でそういう話は全く出てませんから、出てきた時にはですね、しっかり私もそういうことを申し上げて、単純な受け入れはさせないということを言っていきたいと思っています。今日も質問いただきましてありがとうございました。